こんにちは、柴田です。今回はギブソン・レスポール・ジュニアの DC トリビュートのレビューになります。レスポール・ジュニアというとこのねイメージが強いかと思うんですが、こちらはですねダブルカットウェイになっております。そしてねちょっと珍しい深みのある青。レスポール・ジュニアはですね1954年にリリースされておりまして、もともとはスチューデントモデル、まあ、入門用ですね。通常のレスポールよりもコストをカットしてお安めな値段で発売されたので、リリース当時の売れ行きはですねすごかったようです。で、1958年にこのダブルカットウェイの仕様に変更されました。まあ、どういったところがコストカットされたかというと、まずですねこのトップにですねメイプルが貼られておりません。マホガニーのみのボディになっております。まあ言ってみれば SG の原型みたいな感じですよね。このダブルカットウェイとマホガニーボディ、そしてですねこのメイプルを貼ってないからフラットになってるんですよね。アーチドトップではない。そこで人件費を削減していると。で、他にもですねこのネックのバインディングで、こちらのボディのバインディングもなくて、インレイがドットになっております。そしてデカールになってるんですよね。ここもですね通常のレスポールスタンダードとかはインレイでテカテカしてるんですけれども、デカールです。そして塗装なんですが、サテンのフィニッシュになっています。まあ、これはフェイデッドとかですね、そういったシリーズもサテンのフィニッシュになっているんですけれども、この DC トリビュートは、ボディはサテンなんですが、ネックはですね、ちゃんとラッカーが吹かれてスベスベになってます。フェイデッドとかはですね、ボディもネックもサテンのフィニッシュになっていて、ちょっとね、ザラついてるんですが、これはネックはね、しっかりとスベスベになってますね。で、ネックの形状はスリムテイパーということで、通常のレスポールよりも若干細めになってます。でも全然細すぎずですね、ほんといい感じですね。しっかりと太い音も出るなというふうな感じのネックです。で、特徴としては、ストップテールピース。まあ、要はブリッジがなくて、テールピースがブリッジの代わりをしていると。こういった感じになっております。そして P90 一発という男らしい仕様です。そしてコントロールはボリュームとトーンと、非常にシンプルで使いやすいギターですね。鳴らして感じたのは非常にですねバランスがいい、まあ、重量感もそうだしサウンドもそうです。 P90 なのでしっかりとですねコード感がありながらジャカジャカ鳴らすっていうのもできるし、このマホガニーのねサテンフィニッシュで割とね深めのズンズンしたハイゲイン系もかなりいい感じの音が鳴ります。まあ、人によってはねこのねフロントのピックアップも欲しいなという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ほぼほぼね音を決め打ちでですねジャカジャカ鳴らしていく、まあ、ギターボーカルとかねそういう人にはね非常に向いているギターかなというふうな感じがします。では早速鳴らしていきたいと思います。